エレクトロンとは GitHub が開発と管理をしているフリーでオープンソースなソフトウェアフレームワークである。エレクトロンにより Chromium レンダリングエンジンとランタイムのノード JS とを組み合わせた Web 技術を用いたデスクトップ GUI アプリケーションの開発が可能となる。エレクトロンは Atom GitHub デスクトップライトテーブルビジュアルスタジオコードエ e r ーノート およびワードプレスデスクトップなどのオープンソースプロジェクトの基盤となる中心的 GUI フレームワークである。エレクトロンアプリケーションは複数プロセスで構成されており、一つのメインプロセスと複数のレンダラープロセスが存在する。メインプロセスがアプリケーションロジックを実行するとレンダラープロセスを複数起動できるようになる。レンダラープロセスはユーザー画面に表示されるウィンドウへ HTML や CSS をレンダリングする。可能ならば、メインプロセスとレンダラープロセスはともに、ノード、JS と統合して起動できる。エレクトロンの API は、ほとんど C 以下、オブジェクティブ C で書かれており、JavaScript バインディングを通じて、アプリケーションコードに直接公開される。エレクトロンアプリケーションは、Chromium エンジンで起動する Web アプリケーションである。 そのため古いバージョンのエレクトロンを使用してしまうと、ブラウザや他の内部コンポーネントと同じ、攻撃ベクトルによるクロスサイトスクリプティングなどのウェブ関連攻撃に対して脆弱となる。前述の脆弱性は、エレクトロンの1.7、13、1.8、4、および2.0、0ベータ、5で修正されている。エレクトロンアプリケーションは類似した。 機能のネイティブアプリケーションよりも巨大なオーバーヘッドが発生してしまうことを批判されている。エレクトロンでビルドされたアプリケーションは、オペレーティングシステムネイティブな技術でビルドされた類似のアプリケーションよりも大量のストレージとラムを消費してしまうため、動作が遅くなる可能性が高い。代替案として、Chromium をバンドルするのではなく、オペレーティングシステムに内蔵されたブラウザを使用する。 方法が記述されている。以下のソフトウェアを含む数多くのデスクトップアプリケーションがエレクトロンで作られている。ありがとうございます。